で、1年後になって、復旧作業もして、始めますよと。こういう展開ですね。で、名前をつけるところからですよと。倉内一門にしとくか。でも今回はちょっと思考を変えちゃおうかな。なるほどね。え、ゴリラいる。攻撃型をが欲しいな。このドスケベ姉さん、あ、やべ、この綺麗な女性にしようかな。ほら、こうやってハートじゃなくて人が立ってんのよね、確定だと。待って、キンキンじゃない？多分ユクソンは多分ね、微妙だったんじゃないか。え、待って、これ絶対やばいよ、6両。え？まあ、わかんないね。ちょっとどうなのか。え、TR だろ、絶対。これ高くない？え？そんなことある？あの、え、そんなことある？え、待って、60体、まあまあいいでしょう、いいでしょう、それも醍醐味ですと。で、次4章でスキップと。ジャンボス様の話はあんまり意味がないと。ジャンボス様の話はあくまで噂だにゃ。ははは、タイミングよ。適当にジャンボス様ディスったらゲーム内でもディスられてた。いや、ムービー入っちゃった。わお、強そうだな。首がやばい。全力で寝違えたみたいな首の曲がり方してんな。英雄図鑑、結果的に多分さ、全部あれなんだろうな、手に入れるんだろうな。あ、そういうことか。この弾使ってレベルアップできるよってことね。うわ、おっさんマックスにしちゃった、最悪だ。さあ、ユキさん、戻りましょう。ユキや、戻った。おじさん、おお、もうすぐ復讐。ユキ、復讐。イルデンセルがラスボスか。それはしかし、それがお前の望み。ラスボスが6章の、6章がためにやって一区切りないよね、装備的に。ユキ、もう休むにゃ。分かったってば。
んだけ寝かせるん。でもこれで絶対夢見るんよね。寝て夢見てバトルに入ります。これ俺の予想。全然入んねんだよ、全然入んねんだよな。でこうボス戦、早く早く、しっかり見ろ、あ、ちゃん強い、ちゃん強い。あ、ちょ待って、ははは、は、強い、こいつずっと攻撃タイプかよ。で一回下がってこの後よ。ここだよ。オッケー、受け流し。は、なになになに。何で死んだ今俺。待って、あれもしかして本体、こいつのスキル。全然全然違うもんさっきと。受け流し、いて、でこれで竜巻ボイーン、ボイーン、ボイーン、ボイーン。な、何食らってんのこれ。おい起きろ。え、え、何、え、え、あ、やべ、違うとこクリックしてる。サブモニタークリックしてた。ギリギリすぎるこの戦い。ここだよ。あと1ミリ。